お元気ですか？ペルシアンでございます。今晩の夕飯は、肉卵丼でございます。今日はね、仕事でね、まあ、結構ね、汗だらだらでね、仕事をしましてね、あんまりね、今日はね、あんまり喋りたくないんですよね。で、先ほどですね、他のね、ライブの方でね、ストリームヤードでね、ペルさん参加してくれませんかって言ったんですけどね、私はもうヘトヘトなんでね、夜はね、普段はね、静かにしたいのでね、基本はね、参加しませんのでね、ご了承ください。昼間だったらね、少しは出てもいいかなってね、考えておりますけどね。はい、よろしくお願いいたします。で、右側の方は、卵スープでございます。久しぶりの卵スープでございます。で、上の方の、お酒は今日は焼酎のサイダー割りでいきたいと思っております。はい、明日はですね、仕事終わった後、14時前のミニライブをね、やりたいと思います。今日はね、いつもね、テーマでね、悩み込んでいましたけどね、まあ、野球の話とかそういうばっかり言っちゃうけどね、今回はですね、カレーの話をしていきたいと思いますけどね。うん、はい。まあ、あとは、アイスクリームの話もね、ちょこっと、ね。まあ、人に、コメントがね、多ければね、またそういう、アイスクリームの話もね、ちょこっとしたいとはね、思っております。はい。で、金曜日の方もね、テーマを取ってね、いろいろとしたライブをね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。またはですね、いよいよですね、またですね、BBM の、プロ野球カードでございまして、次はですね、広島東洋カープ編をね、購入しましたのでね、それも開封動画していきたいと思っております。以前ね、エポック版も、過去に出しましたのでね、もしね、カープファンの皆様ですね、興味のある方は、ね、私のね、チャンネルの方に、ね、上げておりますので、よろしくお願いいたします。BBM、広島東洋カープベースボールカード2022だったかな。間違ったらごめんなさい。ね、届き次第、やりますので、よろしくお願いします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。